侘び山は中国四川省にある山です。成都から南西に160キロに位置し、五台山、普陀山、九華山と並ぶ中国四大仏教聖地の一つです。標高は3099メートル。麓からチャーターバスに乗り、登山口である報国寺に向かいます。報国寺は侘び山の中で最大の寺院です。明の時代に創建され、清の時代に再建されました。中国三大宗教である仏教、儒教、道教が同時に祀られています。登山口の報国寺から登ります。歩道脇には野菜や薬草の売店が並んでいます。あ、侘び山の猿を見つけました。これが最後の階段です。すぐその上にロープウェイがあります。抱えてください、リュック先抱えてください。もう満員です。見るとラーメンを食べてみる。多くの人々は3077メートルの金町にある華蔵寺の参拝を目指します。普賢菩薩の乗り物は6つの牙を持つ白い象です。この象を夢に見て釈迦を懐妊したところから、釈迦の入胎を象徴しています。華蔵寺に入ってみました。金町に立つ四面十方普賢菩薩金像は48メートルもあり、圧巻です。
金町展望台からは雲海が広がり、墨絵の世界です。ガビ山山頂の3099メートルの万物鳥が雲の中から見えてきました。単なる観光客ではなく、巡礼者としてこの風景を見たらどんな気持ちになるでしょう。仏教の聖地として崇められてきたのも納得できる光景でした。